はい、どうもこんにちは、ミステスです。さて、皆さんは桜川から京セラ前まで行くとするとどのようなルートを思い浮かべるでしょう。おそらく関西にお住まいの多くの方はこの画像にもあるように阪神難波線を利用することを真っ先に思い浮かべるかと思います。しかし、この画像にもあるように滋賀県にある近江鉄道を使っても桜川からドーム前まで移動することができるのです。ということで、今回は近江鉄道を使って桜川から京セラ前まで移動していきたいと思います。それでは桜川駅の映像に移ります。ここは近江鉄道の桜川駅です。駅名表を見るとわかるように次の駅は京セラ前となっております。近江鉄道の電車が発車しました。いかにも地方ローカル線という雰囲気がします。次は京セラ前、京セラ橋です。東大橋へようこそ。日本一の大きさ、百条石東大海大田こと日本世界の凧を展示する東大海大田センターには了解していてお越しください。動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。